京アユ漁が解禁されたのは、新城川と四万十川の上流、物部川の吹田ダムから下流の3カ所です。このうち江南市の物部川では、日の出とともに多くの人が釣り糸を垂らし、生きの良いアユを釣っていました。まあやっとこの時期が来たなという感じですね。まあ待ちに待った解禁の日やという感じです。年間で1000匹ぐらい釣れたらいいなと思ってます。物部川漁協によりますと、今年は海から遡上してきたアユの数が去年より少なく、今日釣れたサイズも小ぶりでした。第2陣のアユ漁の解禁日は6月1日です。